はいどうも、グリーンピースです。グリーンピースです。グリーンピースです。どうもグリーンピースです。どうもグリーンピースです。どうもグリーンピースです。グリーンピース。はいどうもグリーンピースです。というわけで、猫パラの続きをプレイしていきましょう。というわけで、カフェパートからですね、行きましょう。ディール、ふう、間に合った。じゃあ、ここで全員のセーフが出てきますよ。お前いいね。お前、タッパあるからさ、似合うね。うん。開店は10時だけど、まだ8時前だし。ちょっと待って、急いでくるかもね、お前ら、早起きすぎだろ、だとしたら。そんなことはありません。ほうほうほう。いいやん、いいやん。前にやることはたくさんあります。何やっとるやん。レジの立ち上げ、うん、食器類のチェック、食材やドリンクのチェック、店内の清掃チェック、そして何より大事なのは反則です。うん。お店の準備が万全でも、反則活動を怠っていたら、ではなくてすいません、来客が見込めません。反則の意味がわかりません。販売を促す。その点は問題ありませんか？うん。チラシ、ああ、そういうことね。宣伝のことはやっぱ販売を促すから。はいはいはい、はい。ちょっと難しいで、あの日本語でした。失礼。他にも以前の常連客に声をかけていると。そういえば、ホームページは作成していますか？ホームページ？そんなウェブデザイナーみたいなことできねえよ。カズさんに頼むしかねえ。では、どんなホームページなのか確認させてください。すごいな、作ったんかというか。フェンネルさん。僕たちは開店まで何をしてればいい？お前ら床掃除もしとれ。そうですね。清掃チェックと食材やドリンクの補充が十分。あとおめえら顔がいいからよ。顔がいいからちょっと店頭の前で出てから、ちょっと女をちょっと呼び寄せてきてくれ。食器類のチェックを忘れていましたね。うわー、ガラガラガッシャーン。何ですか？っていうほど不器用ではなさそう。まだ開封していない段ボールがある。それでは準備万端と言えません。段ボール、すぐに使う予定がなくても中身は確認しておくべきです。何が入ってるんだろう。お願いできますか。事件の予感。生首とか入ってたらどうしよう。ああ、任せてくれ。そういうゲームじゃねえからこれってなる。残りはローリエさんですが、うん、おえやんえやん、似合っとるやんけお前も。ローリエさん、何をしているんですか。レジを立ち上げてるんだ。それとレシートに喫茶店名が印字されるよう設定しておいた。めちゃめちゃお前言うのやん。おや、店名の上に猫のマークが印字されています。ちょっと勝手なことしたけど、まあそんくらい許してやるよ。猫が店員なんだから、それをアピールしないと損だ。まあまあ許そう許そう。最近では人型猫の店員は珍しくありません。人型猫っていう。しかし働いていると知れば興味を引かれて訪れるお客様もいるでしょう。人型猫っていうくくりなんだ。良い着眼点ですね。あとセット割引が入力されたら自動的に割引されるよう。こいつめちゃめちゃ使えるやぞこいつ。割引計算しなくていいから。ローリエめちゃめちゃ使えるやんけ。お前昇級昇格もありえるぞ。猫なのに鳩が豆鉄砲食らったような顔をしてるぞ、うん、失礼ですが、あなたは寝ることにしか興味がない猫だと思っていたので、うん、ね、実はとても優秀な猫なんですね。さてどうだろうな。実は昔めちゃめちゃ真面目に勉強しましたパターンだな。俺を働かせたんだ。ご主人様はどんなご褒美をくれるんだ。はい、はあ、さほど働いていないのにご褒美をねだらないでください。いやいやいや、ちゃんと働いてますよ。あなたが優秀だと分かったので頼みたい仕事がいくつかあります。まず寝たわ。ダメだ、モコウと一緒だ。しょく本気を出せば何でもできそうなのに猫らしく気まぐれなのがたまに傷ですね。我慢ができんちゅうかですな。あ、そう、ホームページの確認、うん、見やすくで、ただ店内の写真が少なく感じますね。はいはい、せっかく連帯を感じさせる。まあそうだね、結構ヴィンテージな感じの店だね。制作会社は、うん、わかりました。ああ、ちゃんと会社に頼んでね。後ほど私から会社に連絡して。自分で作ったかと思ったら、めちゃめちゃ主人公有能やんと思ってしまった。はい、写真を掲載するなら、うん、悪くない案だと思いますと。顔で釣るど普通いかん、めちゃめちゃタン絡むんですけど。人をちゃんと顔で釣ります。まあメイド喫茶みたいなもんだ。逆、目を覚ます気配がありません。じいちゃんからの伝統なんて関係ねえからな。すみません、あなたが彼を起こしてあげてくださいなあ、起こすときは優しくお願いしますね。はぁっつって起こすわ。はぁっつって。
もう開店時間か。こんな短期スパン寝てたら体壊しそう。まだ開店まで時間はあります。実は彼女から私たちの写真を撮って、うん、それをホームページに掲載するのはどうかと提案されまして。ああ俺は構わない、うん、ディル君とセイジさんにはあなたが聞いてきてくれるんですね。バカせろ。お願いします。これなんて読むのこれ。これで綺麗になったな。カラスって訓読みすると、あ、じゃあ音読みするとなんだっけ。わからん、もう何でもええわ。あれどうしたの。ああ、掃き掃除してたんだ。えらいえらい。ちょうど終わって、喫茶店に戻ろうと思ってたところだよ。でもなんかこの店の外観からして、ちょっと中が広すぎないか、中のデザイン的に。写真わあ、みんなで写真を撮るなんて楽しそう。もちろん賛成。あ、ちょっと待って、うん、看板に営業時間とおすすめメニュー、それに絵を描いてみたんだけど。なかなかできるな、全員なんか自分で考えて動けるのはいいぞ。上手。いいね。ありがとう。ファッション系見てるからそういう風なデザインにも興味あるのかな。さすがにプロみたいは褒めすぎだよ。さてと、誠司さんも呼んでこなくちゃね。使えるやんお前ら。さっき食材とドリンクを確認した時に、はいはい、厨房ね。了解。まだいると思うよ。でっかい段ボール箱を軽々と持ち上げて、そのまま片手で中身を出しちゃうんだからすごいよね。くそ、また男としての格の違いを見せつけられたな。いいな、憧れちゃうよ。そうだな。え、僕の絵の才能に憧れちゃう。え、まあ絵もだけどな、やっぱ男としてはパワーよな。引き止めちゃってごめんね。じゃあまた後で。俺マジでひょろいからな。マジで体型だけで言ったらほんまディルみたいな体型してるからな。あいつと俺多分ひょろがりだからな、多分何らかシンパシー感じるだろうな。おお、お前か。めちゃめちゃいいタッパションの、お前体格めっちゃええやん。うん、俺たちの写真をホームページに掲載するのか。みんな大丈夫だね、 OK だね。別に俺は構わないよ。ハイピース行こう。他のみんなも賛成なら問題ないな。よし。ああそうだ、開封していない段ボールがあると言っていただろう。あれ、全部開封しておいて。あ、およよどうす。頻繁に使用するグラスやコップ、皿類はそこの棚の中段に、うん、鍋やフライパンは下段、上段には使用頻度が高くなさそうなものを入れておいた。有能ですね。みんな使えるな。お礼なんていい。自己紹介の時に力仕事は任せてくれと言っただろ。はい。食材が入った段ボール箱を厨房に運んだりするのは大変だろ。そういう時は遠慮なく俺に声をかけてくれ。ありがとうございます。よし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 、されっつった。俺に頭を撫でられるのは嫌か。よしよしされっつったお。嫌じゃないけど、こういうことは人間がするものじゃないかって。まあそうだ、猫に対してな。確かにそりゃそうかもな。確かにその通りだ。これじゃあどっちが人間で猫かわからない。もうやだ、全員男としてのレベルが高すぎる、出てくるやつらの。どうだ、これなら俺の頭を撫でられそうか。お前ちょっとあんまり頭触らん方がええぞ。お前めちゃめちゃちゃんとセットしとるやん。ぐしゃぐしゃなるぞ。誠司さんたち何して。あ、こいついつもそういうとこ来るの。ええつって大声を出してどうしたんですか。これは、はあ、政治が抜け駆けするとは思わなかったな。でも政治って言われるとマジでバロラントの政治しか出てこわん。抜け駆け。ああ、こいつめちゃめちゃでもいいやつだな。みんなも彼女に撫でてもらいたいのか。本当にいいやつだ。まあまあだな。もうちょっと顔赤くしちゃって。その割に気持ちよさそうですよ。え、僕も。じゃあちょっとだけ。ああ、気持ちいい、幸せ。あ、ディリーも気づく。あ、これヘアピンかなんか耳に巻きつけとんか思ったわ。ねえねえ、フェンネルさんも彼女に撫でてもらったらすっごく気持ちいいよ。はい。いえ、私は遠慮します。猫はまた照れちゃって。まあ、撫でてもらうのが好きだし、フェンネルさんだってそうでしょ。マジ髪ぐしゃぐしゃにしてやるくらいじゃないってやるぞ。彼女も遠慮しないでって言ってるし、もうもはや頭皮マッサージなんじゃないかというくらいしてやるぞ。ディル君、私は遠慮すると言って。いいからいいから。殺せ。
あ、ちょっと素直になったと。あ、喜んでる喜んでる。フェンネルさんも気持ちよさそう。ね、猫だから仕方ありません。あ、まあまあそういうことでしょう。それよりみんなで写真を撮るんでしょう。私は先に行っていますよ。気まずくなって逃げたな。フェンネルさんって意外と可愛いところがあるんだね。よし、俺たちも行くぞ。セイジあれだな、体格に似合った、なかなか立派な尻尾してるね。チャンネル登録とツイッターのアカウントをフォローでグリーンピースの最新情報をゲットだ。